皆さんこんにちは。今回は大変ながらお待たせいたしました。ずっとリクエストをいただいていたルームツアーを撮りたいと思います。よかったら最後まで見ていってください。まず入り口へ入って全体を見渡すとこういう感じです。左回りで紹介していこうと思います。まずここにはクローゼットがあります。前実家に住んでいた時よりも大きいクローゼットなので服は全部この中にしまってます。そしてその前にこの IKEA のハンガーラック800円ぐらいのを置いていて、ここによく着るアウターとよく使う帽子とかよく使うバッグとかをかけてます。このハンガーラックすごい安いのにたくさんかかるのでおすすめです。色も白で形もすごいシンプルなのでインテリアに馴染みます。すごい。そしてこっちには実家から持ってきたベッドそのまま置いてるんですけど、足だけ取り替えました。この足ね、もともと黒だったんですけどそれが嫌だったのでこの無印のベッドの足だけ買ってこの木のものに付け替えました。でこっちはIKEAの衣装ケースみたいなものに今は夏服をしまってます。そしてベッドはこんな感じ、シンプルな白のIKEAのシーツにこれはリトルルームスの布団カバーをつけて、これはIKEAの膝掛けです。臨時こんな感じでめっちゃ可愛い。でさっきまであの MM のクッションカバーつけてたんですけど今洗濯中なので今無印のクッションカバーを使ってます。でこのベッドの横の壁こういう掛けられるものがついてるのでそこにこのニトリの音のしない系と100均のフェイクグリーン、あとこれ作ったファブリックポスター、月のファブリックポスターをこの木のクリップで留めて麻紐でかけてます。かわいいね。そしてこの頭のところにはニトリのカラーボックスを2つ縦置きしてて、この中には教科書全部入ってます。もともとなんかちょっと白だったんですけど木目が透けてるデザインだったんですけどそれが嫌だったのでペンキで塗り直しました。3度塗りぐらいしてこんなぐらい透けなくなってました。ここ削れちゃったこの前あ、そう、もともとこういう感じでしたデザイン。上にはこれ一番左のはどこだっけ、 IKEA か IKEA かな、 IKEA のこのコンセント増えるやつにいろいろ携帯の充電とか、あとこれも携帯の充電、これのとかモバイルバッテリーの充電とか間接照明のコンセントとか挿してます。これなんか隠す箱欲しい。でこれはニトリの鏡と植物がちょっと置いてあります。これはサンタールエボーテっていうところのルームスプレー、いい匂いになるお部屋のスプレーです。これ本物のね瓶で容器が可愛いです。インテリアにもなるって感じです。そしてその下こんな感じで、これは実家から持ってきたんですけどお母さんにもらいました。お下がりに星の王子様のイラストが書いてある間接照明なんですけど、こんな感じでポコポコ穴が開いててここから光が漏れてすごい可愛いんです。これ陶器でできてます。つけてみます。つけるとこんな感じ、今明るいからちょっと伝わりづらいんですけど夜につけるとすごい落ち着きます。でこれはおなじみのIKEAのこのバスケットの中にパジャマとかを入れてます。で奥には植物があります。これは引っ越してから新入りで仲間入りした植物で今お部屋の中にある植物の中で一番大きいかな、結構存在感のある植物です。でこの窓のカーテンはどっちもIKEAのものでどっちも最高カーテンです。だから今冬はちょっと寒いんですけど朝とか暗くしちゃうと私起きれないのでどっちも最高カーテン使ってます。そしてこの窓の前にIKEAのベンチを置いててそこに植物をたくさん置いてます。この植物は今一番私がお気に入りの、これもともと穴開いててそういうデザインそういう形の植物です。なんだっけな名前、窓カズラっていう植物らしい。じゃあかわいい、これは前のお家からいる子ですね。で鉢カバーはIKEAの鉢カバーに変えました。こんな感じで、あとはガラス類の雑貨置いてます。あと Wi-Fi と、これはアラジンのリモレス、これも新入りの植物。このね鉢とセットだったんですけど鉢がね透明で土が見えるのが可愛いです。あ、枯れてる。下にはここにアップルの製品の空き箱を捨てられなくてなんか置いてます。あとティッシュと、ここにリモコンとかハサミとか、あとチャッカマンとか、これなんだっけドライバーとかを置いてます。その隣にはこれも前の実家から
持ってきた鏡です。 IKEA の大きい鏡。前の部屋だと結構狭くて場所通っちゃってて圧迫されてる感じがあったんですけど、今くらいの部屋の大きさだと逆に部屋が広く見えるし、コーデもすごい組みやすいのでお気に入りです。この下には IKEA のラグを引いてます。そしてこの隣、これはなんだっけ、なんか植物なんですけど、生きてる本物の、名前忘れちゃった。花瓶に水入れて刺してるだけです。すごい面白いよね、形が。でこれは加湿器です。こうやってライトが3段階でつくやつ、アロマオイルも使えるやつなので、このイソップのアロマオイルを垂らしてよく使ってます。鏡の前にはこの可愛いダイニングテーブルがあります。このダイニングテーブルは一人暮らししたらずっと欲しいなって思ってたテーブルなので、とても気に入ってます。これは楽天で買いました。椅子を2脚置いてるんですけど、こっちの椅子は21世紀美術館にあるウサギの形の椅子を実家からもらってきました。こっちは IKEA のシルのシンプルな椅子です。机の後ろ、入り口の横に IKEA のチェスト、これも実家からそのまま持ってきたチェストです。この中にはパジャマとか文房具とかタオルとか入れてます。上はちょっとまだ完成してなくて微妙な感じなんですけど、こっちにアクセサリー置いてます。これ無印のアクリルケースにネックレスですね、ネックレスをいろいろ入れております。でこれが無印のピアスケースにピアス、こっちがゴールド系でこっちがシルバー系で、ここに指輪をゾロゾロ置いてます。シルバーアクセが好きなのでシルバーアクセの方が多いですね。そしてこっちは前のお家とあんま変わってないんですけど、 IKEA の LED キャンドルとか本物のキャンドルとかお気に入りの雑誌とか置いてます。その上はこんな感じで適当に貼ってます。これは雑誌読んでてお気に入りのページを切り取ってマスキングテープで貼ってます。剥がれてる。フェアリーライトをこうやってうねうねってウィーンってこうやってフェアリーライトを貼ってます。こっちも続いてた実はめっちゃ長いやつなんですけど、これはマスキングテープでこうやって留めてます。でもよく剥がれてきちゃうから取り直さなきゃいけないんです。そしてこの真ん中に引いてるラグは楽天で買いました。一年中使える生地なので便利ですね。しかも可愛い形が、なんかなんて言うんだろう、細長い円形みたいな形で、あんまりない形で珍しくて可愛いなと思ってこれにしました。そしてこれは無印の人をダメにするソファー、ビーズソファーです。これも実家から持ってきました。そしてこれ、最近届いたんですけどお気に入りのセンターテーブルです。楽天で買いました。この天板がガラスになってて足が木なんですけど、足の形がすごい面白くてこんな感じでユンユンってなってる。これがすごくヘアのアクセントになって可愛いなと思って気に入ってます。でもね、サイズが持ったより大きくてちょっとドンって感じなんですけど、可愛いからまあいいやっていう感じです。でこれは作ったティッシュケース、本当にこれはあのティッシュケースの箱って感じがなくなるのでお気に入りです。でこのゴミ箱はフランフランのアウトレットで買いました。 あと照明はアラジンのオープンアラジン2を使ってます。こういう感じが私の新しいお家のルームツアーでした。また近いうちにキッチンだけのキッチンツアーとかも撮ろうと思っているので楽しみにしていただけると嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画も見てください。バイバーイ。